もう15年ぐらい前かな。ヤンモとサツマイモとそれから玉ねぎと、場所を作ったり苗を植えたりすることはお手伝いをするんだけどね。後の管理は園の先生や子どもたちが中心になってやるわけです。子どもたちの若さやパワーをいただいて、なんとか元気にやってます。それが何よりです。